去年の8月、初めて家族を全員紹介したのがチャンネル登録者6万人の頃、それから約9ヶ月が経ち、ありがたいことに先日チャンネル登録者が20万人を超えました。そして前回から家族も増えたのと、最近見始めて井上アフターバーナーファミリーを把握しきれてない方のために、改めて家族全員を紹介したいと思います。20万人ってすごくないですか？私が住んでる市の人口より余裕で多い。怖。それだけの人が猫であったり、爬虫類であったり、寄虫であったり、私であったり、うちのラブリーベイビーたちに魅了されてるのやばくないですか？え？とまあそんな感じで、早速家族紹介に移りましょう。先ほどから画面に映っている不審者が何を隠そうこの綿、あれ？ではここからは嫁バーナーがちゃんと自分で考えた自己紹介です。みんな大好き嫁バーナーや。前職は水族館の飼育員、現職はしがない事務員。このチャンネル含め各種 SNS の皆さんのコメントによく返信してるよ。ハズレとか言うたやつ出てこい。好きなものはこちら。やった！ほぼほぼ出番はないけどよろしくな。ほな次。そしてこのガロガリのおっさんこそが当チャンネルの裏の顔、撮影編集からイラストグッズ制作、はたまたドラムに料理もお手の物。井上アフターバーナー。ふう、満足満足。やりたいことやったんでもう終わってもいいんですが、怒られるのでちゃんとやります。普段はですね、最近やってないですがミュージックビデオを作ったり、それのイラストを描いたり、インスタでペットのイラスト屋さんをやったりしてます。趣味でドラムを叩いたり、ベースを弾いたり、ギターを弾いたり、写真を撮ったりもしてます。趣味系の動画はサブちゃんの指毛濃いめチャンネルに載せてますので気になる方は見てみてね。うちの子の編集なしの普段の様子とかも載せてます。各種 SNS もやってます。写真は X か YouTube のコミュニティ、イラストはインスタ、TikTok はなりすましクソ野郎が現れたので仕方なくやってます。インスタのペットのイラスト屋さんは今ちょっとお休み中ですが、もうちょいしたら再開しようと思ってます。あと前も言いましたが、このペストマスクは手作りなので、これ以外のものをかぶって井上アフターバーナーを名乗っていたらそれは偽物です。そんなもの好きおらんと思うけど、もし見分けられなかったらイラスト描かせて、ドラムとベースとギター弾かせてみてください。全部できたらもうそいつが本物でいいです。さてもうこのくらいでいいかな。お待たせしました。それではうちの子たちの紹介に移りたいと思います。わいもかっこよく紹介して。任しとけ。先ほどからこねられ続けているこの毛玉こそ、当チャンネルの表の顔であり株式会社井上アフターバーナー CEO。え？ま？ナマテル？ナニャニンコレ。すんません。この子はうちの看板猫であり、至高の存在であらせられる、おかかパイセン通称チーパン。もうすぐ5歳の玉なし男の子です。そしてチーパンといえばジャミジャミ。え？ジャミジャミって何って？まだジャミジャミを知らない？お見せしましょう。これがジャミジャミです。心が浄化されました。本当にチーパンはどこに出しても恥ずかしくない。ちょっと口が臭いこと以外パーフェクトです。まあその匂いすら私は毎日歯茎に鼻をこすりつけて嗅いでますけどね。キーショー。さあそろそろ次行きましょうね。なんせ13匹プラス2人いますから。ワイモアワリ？主役ウチワンカ。全員が主役よ。ハナエワ。あ、一応紹介はうちに来たもん順でします。ホナツギ。これ何？みんな大好き天むすさん。猫の次タランチュラ？って思った人も多いことでしょう。正直私は猫以外を迎えする気はなかったんですが、嫁バーナーたっての希望でお迎えに至りました。最初こそびっくりしましたが、今では私の方がタランチュラの魅力に魅せられています。
バチバチにかっこいいフォルムとモフモフの可愛さも兼ね備えていてたまりません。かわいさとかっこよさのよりつ、テランチュラケのプリンス、テンムスさんやで。そうなんです。最近テンムスさんオスだということが判明しまして、プリンスを名乗っておられます。いろいろ調べてたらメキシカンレッドニーという種類は比較的オスでも長生きするようで、5年から7年くらい生きるようなんですよね。まあ生き物なんで絶対はないので、これまで通り愛情マシマシで見守っていきます。撮影ついでに悲鳴旅回収さして。なんか後ろおらん？やんだか？まだくさわららたんか？へよこいつだかえてくれや。ファンヌヌヌ。現在うちにはタランチュラが4匹いまして、この子は初めてお迎えした子で現在約4歳です。長寿のオスでギネス乗ってくれ頼む。あカメラカチ？こっからへんかな？横向いちゃってるよ。回り込みました。けいはい、やつのけいはがする失礼しますよ。また来たよ、この移りたがり屋さん。めこかまだかりばもう安心か？フーセン、デリがフーセンじゃい。この子はバジェットガエルの稲荷です。バジェオって呼びすぎて稲荷って名前を認知してない人も多いかもしれませんが、稲荷通称バジェオです。おいでだこいや、しぬちゅねん。くんくんくん、さらにくん。かつさ、おみなくちもくせあらがい。いたみわかでてわうつか、しゃねの。ほな、へよだかいけ。と、みせかかて。ふやどわいのじかんやで。この子はホームセンターにケンタ君という名前でずっと売られていて、毎回ホームセンターに行くたびにこの子を見てるとだんだん愛着が湧いてきてお迎えに至りました。そしてそのホームセンターには今も新しいケンタ君が売られています。すべてを理解した時はゾッとしましたね。どういうこと？知らない方がいいこともあるんだよ。はなえは。この間抜け面、たまりません。これからしか摂取できない栄養がある。よく見たら鼻ヒクヒクしててかわいいね。どうしてだよ！爆裂巨大うんこ砂。ワイの子指くらいあんぞこのうんこ。ワンチュシダジャバンウォーホメテアゲタイデスワ。なんで？パ、パイセンのエニキ？知らない方も多いと思うので再度お知らせしますが、このチャンネルの初期の頃投稿していたアカメカブトトカゲのザラメちゃんは、去年の1月頃体調を崩し通院も点滴も頑張ってくれたのですが、原因不明の衰弱で虹の橋を渡りました。普段の様子や飼育環境なども事細かに伝えましたが、結局原因はわからないままです。せっかくなので今回はザラちゃんの生前の様子をお見せしようと思います。可愛い写真や動画山ほどあるんですよ。初めてお迎えした爬虫類がザラちゃんだったので、それはそれは溺愛してました。最初は他の子みたいにシェルター入れてたんですけど、なんでかこの子はシェルターの上とかで寝る子でほとんど入ってることがなかったので取っ払いました。こんな感じで超ベタ慣れで餌食いも超良好、水浴びも大好きで元気もりもりの女の子でした。本当はアカメをまたお迎えしたい気持ちはあるのですが、同じことになってしまうんじゃないかという恐怖を拭いきれずにいます。少ししんみりしてしまいましたが、可愛いザラちゃんを見てめでてやってください。きっと天国で喜んでいると思います。
Chada mazuina kanokuki, wayo machite mo kibishi de. すんません。次にお迎えしたのはヘッチン。この子は私が偶然インターネットの海をさまよってる時に見つけて、完璧な一目惚れをしました。私緑色が好きなんですけど、もうなんか完璧すぎたんですよね。ああこの子は絶対にいつか 100% を迎えするって思ってました。ヘドラギタリスナ、モダウェナカイセツセイ。はい。ヘチマはグランディスヒルヤモリという大型のヒルヤモリです。名前の通り他の子たちと違ってこの子は中高生のヤモリで、虫とか果物を食べます。ずっとこっち見てんな。アカノカ？ウマウマ。お食事中のヘッチン。ヒルヤモリはめちゃくちゃ素早い上に強く掴むと皮膚が簡単にベロンチョするので、初心者には少しハードルが高めかもしれません。でもこの美しさと愛らしさで飼育してみたいと思う人も多いと思いますが、お迎えの際はしっかり飼育方法など調べてあげてくださいね。私個人的には愛と熱量で乗り越えられるハードルだと思っているので頑張ってください。カチカ、アサチカ、ヨコセ、ウマウマ。お次はフガシさんです。フガシはヘチマと同じ日にお迎えしております。確か大阪の雨村かどっかでやってた爬虫類市場だったかな？この子は当チャンネルの盾役者、ビップタランチュラです。ひざまずけ。ひざまずきはしませんが、なんで？みんなにこのチャンネルを知ってもらうきっかけを作ってくれたので大感謝してます。テンムスさんと違ってフガシは糸でお家を作るタイプのタランチュラなのでケージの中はこの通り。今はふわふわしてますがそのうちキシキシしてきます。ちなみにお家作った時はこんな感じです。先日テンムスさん脱皮したんですが多分もうすぐフガシも脱皮です。なぜわかるのかと言いますとですね、奥のこれ見えますか？脱皮前になるとこの特製のふかふかベッドを作って、その上で仰向けになって脱皮します。イテンマナヤゾ、ザタイカワスナヨ。フリですか？シェライナランゾ。ちょっとベッドの奥汚いから掃除さしてな。アドゾドゾ、ピカピカデデナンマス。任しとけ、ゴーシゴシゴシ。え？ドラボ？フカフカベドドラボ？なんでそうなるの？こっち戻ってきてー。あ？サチャカイ。あれ？もうちょい上。オラモニガサンゾ。今のうちに。どこ行った？終わりましたよ。ママエイエン。こういうテラリウム系のケージで飼育する場合は皆さんもカビとかには注意しましょうね。生き物ファーサデデイテナンマス。おい、ちゃんと言わせ。これ何？お次はこの方、西アフリカトカゲモドキのアンコさん、通称アコチッチもしくはチコリン。アダマナシラタマメチキヨト、デンゴジャナヨ、ヤモリダヨ、ニシアフリカトカゲモドキのエンカチャニャデ。何それ？オリジナルジカ紹介。かわよ。この子は大阪にあるサティスファクトリーさんという西アフニメちゃんこ力を入れているお店でお迎えしました。お店は梅田にあって店内はもう圧巻ですよ。壁中に西アフをはじめとする爬虫類たちがびっしり。爬虫類のお店ってイメージ的にはこじんまりしててちょっと暗めでみたいなの想像すると思うんですけど、土着素綺麗でびっくりしました。お家帰りましょう。はぁ、あ。宿終わった。ごめんね、お疲れさん。さて続きまして、おしおさん。え？誘拐される。助けて。でけえ。いつの間にかこんなに大きくなっちゃって、本当に。カノキなんか動いてない？聞いちゃうわ。ほんま頭ちっちゃいし動くからピント合わん。コーコロナメデミロ。ねじれ団子の完成です。は？私、推しをお迎えするまでヘビに触ったこともなかったんです。むしろヘビちょっと怖いくらいに思ってました。
でも嫁バーナーが一目惚れしてお迎えに至りました。今もちょっとビビることはありますが、一度も噛まれたこともないし、どちゃくそ可愛いです。指毛チロチロすな。コナサワサワシダマン何？ワイの指毛や。ネズミか？指毛や。昔はあんなにヨロヨロやったのに。ボデタビトジョゼロサイノワイデ。指と比べてこのサイズ感、2年でこんなにゴン太に。あ、どこ通ってんの？アカチワカラマルワ。コーンスネークはほんと温厚で、ヘビ初心者にはとてもおすすめだと思います。まだ、まだキャリーできない。わがまま言わないで。もうとうつうせい。またポストカード作るから。はなえわ。さいならあ。そんじゃあお芋さん撮影始めるよ。いやいや。今回は特別に撮影の裏側をどうぞ。にげろ。基本的にカメラ向けたら飛んでくるんで、お股ばっかり映っちゃうんですよね。まだ撮影けよ。今日は何？こないだ登録者が20万人になったから、改めてみんなを紹介しようと思って。えんま調子なのよ。ええ。オマラは生き物カタルデケの一般シニアということを気まに命じとけよ。は、はい。重々承知しております。わかりべえにゃ。ほれ部屋紹介せ。はいはい。この子はクレステッド月光のお芋さんです。うちモルフはピンストライプハーレクイーン。前に住んでたとこの近くのレッドバディさんという爬虫類ショップでハンドリングさせてもらったんですけど、気づいたらうちにいましたね。お芋さんも一目惚れですね。基本うちの子は一目惚れでお迎えすることが多いです。性格で選べや。おい、聞いたのか。なあ。よえ。お家帰りましょ。キヨもヨハドライトデイ。お疲れさん。そして爬虫類最後はこの方、ヒョウモンリクガメの小山さんです。ブショカコデイエテル？スギカラちゃんとバミトイテ？承知しました。まだはじめるの？ふわー。ハフ。小山さんはですね、去年のブラックアウトというイベントで、トゲコーラさんというお店にいたんですよ。どうして小山をお迎えしたかと言いますと、近い。マドハナレ、怪我するぞ。わかります？このコーラ、普通はこんな感じなんですけど、小山はタコウと言いまして、ちょっとコーラが変わってるんです。中国ではタコウの方が価値があったりするんですが、日本では B 級扱いなんですって。なんで？って思いましたね。絶対お山の甲羅の方が可愛いやん。そんな感じでお山も一目惚れでお迎えに至りました。幸せを呼ぶお山さんやで。ちなみに昨日身体測定したところ 2.8 ミリ大きくなってました。お山は30から40センチくらいにまでなるので楽しみです。早くでかくなって一緒に散歩しような。ここで行く。なだやしじゃい。この世のやそタバツクシタラカイ。あまりに無謀。ペッペッペイ。本当は順番的にここで影治療ですが、諸事情により順番を変更してお送りします。理由は後ほどわかります。次は3匹目のタランチュラ、梅干しです。ん？あれ？って脱皮しとるやないかーい。とりあえず脱皮柄回収させてもらいますよっと。手のひら光ってますが、直前に手を洗ったから濡れてるだけですよ。手汗じゃないです。まあ私手汗じゅんじゅんタイプの人間で、人と握手するのめっちゃ苦手ですけどね。なに？脱皮したてはデリケートなにゃぞ。さあせん。だいぶでかくなりましたね。ちょっと色がわかりにくいんでライト当てますね。ギアー、まぶしい。色を美しい。すごくいい青ですね。今の色もいいですが、大人になったらまあまあ違う色になります。ちなみにですが、梅干しもポカリも大人のカラーリングを見越して名前をつけてます。いつまでテラシでね。あーごめんごめん。みんなとこの子の変化を見守っていくためにあえて種類は公表してません。なることさんねよ。今回も脱皮柄は保管します。じ汚いとか言うなや。前回の脱皮柄と比較、右が前回左が今回。
ちゃんとでかなっとる。梅干しは最近行った近畿レプタイルズマーケットというイベントでポカリと一緒にお迎えしました。次はそのポカリです。4匹目のタランチュラ、ポカリさんです。どこにいるかな？って、あれ？お前も脱皮しとるんかーい。だいぶしっかりタランチュラ。チャッシツレシマスヨ。おいおいおい、あんたの番じゃないよ今。ココワイノスーテイジアロ。あーもうめちゃくちゃだよ。ミナオマチキネノカゲチオヤデイ。フーヤコラセイ。デイ、キョウナニ。今日は何ちゃうわボケ。どけやそこ、ポカリの紹介どうすんねん。モインチャウ。よくないわ、まだ脱皮柄しか出てへんぞ。ジュバニアロ。なんかしらんけどココエナオチスキマスワケニセントススメテアカチモカタイニヤラセタモリマサンデ。とりあえず綺麗なポカリみんなに見てもらおうかな。ポカリの方がしっかりした青で、大人になったら部分的には変わりますが全体的には青です。脱ぎたてなんで今が一番発色いいです。もうこんなもんでいいか。ちょいちょいちょいシャドウメテイWhy hotando with sete naya naikai? Fanganai churuzo. だってカゲチヨがさ、ねえ、直接言うてもらわないと。おい、ウソヤロ、冗談や。もうね、そうなってますやん。Why wu goi tora de? ということで、この子はカゲチヨ。今年の1月からうちの家族になった2匹目の猫です。この子がうちに来る経緯とか来たての頃のパイセンとの感じとかは過去動画見てください。ほんとチーパンと性格とかもう何から何まで違って面白い子です。うち来てもうすぐ半年ですが、一緒に過ごしていく中で似てるとこもありまして、例えば爪切り余裕とか、抱っこジャンプできるとか、口が臭いとか、ソラは言うなや。違うところの代表格といえば、サワンナー。カゲチヨは掃除機怖くないとか、お風呂怖くないとか、おしゃしゃ食べないとか、ほんと当たり前ですが個性が全然違います。そこも愛おしい。最近嫁バーナーの枕元で寝てくれるようになって、足元にチーパンがいて、私は寂しく一人で寝ています。悲しい。オーマイアムロヤ。シツコインジャ。ユビクテラカハンマ。オーラ。タッチ。ミツカゾルアイダニ。サナテウォ。ニゲリンチョ。ドケロ。アオラカノクソ。ウェイ。ニゲリンチョ。スキアリ。ガゼガゼ。およまいはんめいけがにしとけや。うり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 。あもすきにしろ。あぶないあぶない。え、なに、わな、はめらレタ。鋭い人ならなんかカゲチヨだけ名前のテイスト違くない？と思ったことでしょう。その辺も触れてますんでお迎え動画見てください。概要欄に貼っておきます。決して過去一長い動画でもう終盤だから説明するのがめんどくさいとかそういうわけじゃないんです。本当です。ほんまやから、だってもうこんな長い動画作ってたらさすがに最後まで手抜かんと作ろうって思うやん。いくらワイがめんどくさがりやからってねえ、バカなこと言うんじゃないよほんと。そんなうちのラブリーベイビーたちの動画やのに適当に作るなんてそんなこと。枯れたいかがだったでしょうか。井上アフターバーナーファミリーはこんな感じです。ちょっとここからはお知らせとかです。本当はこのタイミングでアクキー全部発売開始でしたかったんですけどこの動画作るのに土着素時間かかっちゃって無理でした。ごめんなさい。6月に絶対発売開始しますのでもうちょいお待ちください。そんでまずお知らせ一つ目と行きたいところですがその前にサブちゃんの方でたびたび上がっております。こちら、小桜インコのおはるさん。この子は嫁バーナーの実家の子で、メインには上がりませんがサブちゃんでよく出てくるので改めて紹介です。これからもたまに現れると思いますのでよろしくお願いします。それでは一つ目のお知らせ。6月8日にこのチャンネル初となる YouTube 生配信を行います。
今月の5月5日がチーパンの誕生日、来月6月6日が影千代の誕生日ということで、二人の誕生日をみんなでお祝いしよう、ちゅうやつです。ちなみに二人とも誕生日が不明なので年齢からだいたいこの辺やろって日にちに勝手に決めました。生配信とかしたことないので緊張します。まあ当日はおそらく嫁バーナーが一人で喋ってくれるでしょう。私は二人のプレゼントを組み立てるので精一杯な気がします。そしてですね、その生配信で話すことなくなってお通夜配信になるのを避けるため、質問などを募集します。ほんと何でもいいです。小さき者たちのことでも人間のことでも、あまりに失礼な質問とか下品な質問とかはこっちで精査して省きますんで、ぜひともコメント欄に書いてっちゃってくださいな。そしてお知らせ二つ目、前々から猫や爬虫類たちに贈り物したいと言うてくれる方がちらほらいまして、その送付先を作ったのでお知らせです。今回はプレゼントハウスというサービスを利用しました。まあわかりやすく言うと月額で倉庫借りて一旦受け取ってもらってからうちに送ってもらうって感じです。なので少しラグあるかなって感じです。ごめんね。こういう時事務所とか所属してたら楽やのになーって思いますね。おいプレゼントの送付先とか調子の女やさっき一般人やって言うてたやないかいとか思われてそうで怖い。わいは一般人やけどチーパンたちは飼い主含めみんなのアイドルでいてほしいんや。まあ住所借りたのもグッズ送るときに自宅の住所載せれないからってのがリアルな話。さて、この長かった動画もそろそろ終わりです。なんか言うの忘れてることないかな。ありそうで怖い。多分次の横動画はアクキー発売開始のやつになるかと思います。それでは残りのおまけ垂れ流しでお別れです。ご視聴ありがとうございました。マジ感謝、ビッグラブ。